はい、次は高根の花子さんいきます。いつもポケからやってきてくれるお姉さん、どうやったらナギの YouTube 行けるのって言われてんけど、 YouTube 開いてナギって英語でも漢字でも何でも入れてもらったら出ます。見てきてね。いきます。高根の花子さん、君から見た僕はきっとただの友達の友達、たかが縮んで見抜けられた笑顔があれならも恐ろしい人だ。君を惚れさせる黒魔術は知らないし、海に誘う勇気も車もない、でも見たい隣で目覚めて、おはようと笑う君を会いたいんだ。今すぐその角から飛び出してきてくれないか、夏の魔法に連れ去られ僕のもとへ、生まれた星のもとが違くたって、偶然となくの魔法とやらの力で僕は魔法なんてなるわけないか。君の恋人にある人はモデルみたいな人なんだろう、そいつはきっと君よりも年上で、焼けた肌がよく似合う洋楽好きな人だ。キスをする時も君は背伸びしている。頭を撫でられ君は笑います。ダメだ何一つ使ってない。やまってよそいつ誰だ。会いたいんだ今すぐその角から飛び出してきてくれないか。夏の魔物に連れ去られ僕のもとへ。君が他の誰を好きになったって、偶然とあらぬ金ぶらな力でバカなのに、この胸の足に身を任せ、君のとこへ走ったとして、実は僕の方が悪い意味で夏の魔法的なもので舞い上がってましたって、怖すぎる落ちばかり浮かんできて、真夏の空の下で震えながら君のことを考えます。好きなアイスもありはいっと会いたいんだ、今すぐその角から飛び出してきてくれないか、夏の魔物に連れ去られ僕のもとへ、生まれた星のもとが違くたって、偶然と夏の魔法と夢の力で僕の魔物になるわけないか。
バックナンバーで高根の花子さんでした。ナギでした。登録してね。できたらいいのもしてね。See you.